10月9日、けりひめスイーツチョコレート火山を回っております。なんでかっていうと、作成スーパーロボの武器お供の方ですね。あとネジ、どこが出やすいんだろうなぁと。いや、このね、フィギュア、スーパーロボの証ですね。30個集めるのはなかなかめんどくさかったですよ。昨日だか最近言ったように、一旦で倒せないからね。よし、レッツゴー。あれはプラチナドロップが上がるやつと素材ドロップが上がるやつ、どっちの方がいいんだろうな。どっちで入ってくんだ。さっきの絶対に緩まないネジってやつ、いいね。あの緩まないネジ、あらゆる建築現場で使ってほしいわ。緩まないけど錆びるとかそういうのはないのね。緩まないけど、まあ衝撃重ねれば壊れるってことだよね。スーパーロボのあれだし、ネジの部分だけ強いのかな、それとも。で、素材は着々と集まっている。もともとあのショコラのやつが別のイベントだかなんだかでも集まってたし、まあ、そもそもチョコレート火山のねエクストラが前からあったしで、あのショコラ2種類自体は前から集まってんだけど、ネジだよな、要はねじ込んでやる。熊川先輩みたいにあのネジをうっすりと刺してやる。そうすりゃこのモアイみたいな仏頂面の敵も快感の顔に変わることでしょう。この立つの落とし子の出来損ないみたいなやつは今日は見逃してやる。俺も褒めてやろう。よく蹴ったな、褒めてやろう。やっぱね、どっちが上かね、この上下関係、蹴り姫と俺の上下関係はっきりさせておかないといけないからな。で、ショコラはいっぱい集まると。ネジ集まってないですね。ネジどんくらい必要だっけ。ということで今日はね、今日中に集まるかってあたりですけども、今日のこの動画中には集まらないと思う。仮にここ最後の15に入ったところで、ここで一つ落ちたところでまだ足りないからね。あ、先に敵がやられちゃったから王冠が取れてない。ちょっとランク一番最後なんだからしっかり王冠取っといて。そこ達成できない恐れもあるから、そしたらでも一旦でやっつけてちゃんと。はい、バンナーでほとんどダメージが、あ、大丈夫か。耐久度が高い削る系のやつだったか。じゃあヒット数が多ければそんなに属性気にせずにやれるね。奥のやつ届くか。よし、俺が今装備してるドレスは素材袋のドロップが150プラスのやつ。そよ風のなんとかかんとかってやつだな。プラチナドロだとしたらどの道ボスでだろうな。属性とかもう関係ない、先制術師どんどんぶっ放す。さらに初入りのステージなんで、しっかり王冠を取っておかなくてはいけない。そしてブーブーバー、登場シーンはカットしてやったぜ。属性なんだ、チョキか。あ、途中で変わる系、いや変わってないか。まあパッとやっつけちゃったから構わんでしょう。素材袋は19も入っている。そしてプレチケ、クラスは大したことない。 B クラス、
しらしら。お、なるほど、こっちで出るか。じゃあ素材袋がアップするやつをつけといて問題ないね。じゃあ俺しばらくこの素材袋ドロップにしとくんで、フレンドのみんなは欲しい場合はどうぞって感じだな。素材がね。でも、もう一度確認しておく。宇宙船長もありなんだけどね。要は説明が遅れたけども、レイドボスのスフィアを倒すのに弱点をぶち壊す、あの幻想をぶち壊すスーパーロボを作ろうかなってことで、あと3つか。今日中にはなんとかなりそうだな。宇宙船長は確かね、クリティカル的なやつが入ればライフゲージ1つ消せるんだよね。そっちの方がいいかなとも思うんだけども。で、何時更新なんだあいつは。午前午後ってわけでもない。1日2回のはずなんだけどね。ソフィア、ソフィア書いてありますかな。1日2回だから、1日2回だったら午前午後でいいじゃん。なんでそこいないの。やっぱバカなのか。そこを変にいじる必要全くないでしょ。もうほんと、あれ、この話も前言ったかな。なんか長くやってるとそれだけ悪いところを見えてきちゃう。長年付き合った人たちのように、家族や恋人のように、やっぱ近くにいればいるほど、長く付き合えば付き合うほど、どうしても悪い部分も見えてきちゃうと。まあどうしようもなく悪い部分がね、いっぱい見えてくるんですけどね。なんだろう、別の言い方をすれば出来の悪い息子を見てるかのような。好きは好きなんだけども、ああまたこいつはバカなんだからみたいなそんな見方もしてしまってるな。まあ見下した言い方で悪いと思うが、正直ひどいからな。うん、そこは包み隠さず言うぜ。てな感じで今日はここまで。また明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。